よろしくお願いします。じゃあ始まるよ。ちょっと危ないかも。いや、まあ、大丈夫ですよ。なんとギリギリ大丈夫です。イレブンクリスタル、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日11時からの1時間はイレブンクリスタル。音楽がつなぐ言葉、ハート、絆。下町エレガント大使キリンがお届けするハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。例えばそれは男と女のすれ違い。わからないから知りたい、知ってほしい。時にはステージを変えて役割を交代してみたり、実は違うということは素敵なことの始まりかもしれませんよ。アシスタント右にはチームクリスタルの執事でマネージャーでボンボン、音楽兄さんルーディ、今日も資料片手に参上。肩書き大名よよ。こちらでは執事伊藤一人サポート隊、こぼれたら拾い、足りなければ参加、愛の手名人目指し奮闘中。クリスタル番組も増え、メンバーも増えてきました。楽しすぎて忙しい2015年クリスタルは加速拡大でございます。そして左に控えているのは立ち読み番長、飯訳セバスチャン。チャチャ入れ名人になりながら歌で弱い、アンバランスを武器に参上。立ち読み番長、青影通京。知識に容姿、ユーモアとセンス、ヨーロッパテイストも認知され、肩書きも追加。盛りだくさんな情報提供、斜め45度から物申す、言い訳セバスチャン。セバスチャン。いろいろ出しまして控えておりますので、ご要望があればどこへでも参上いたします。今あの、なんて言うんだっけ、残響効果まで、応用が効かねえやつだな、本当に。残響効果まで、それなんて言うんだっけっていうふうに今考えちゃった。あ、なんて言うんでしたっけ、残響効果のこと。ディレイまでかけていただいてブラーじゃないしとかね、ゲームとかゲームみたいな。なんか用じゃなくてあれですね、伊藤屋とかなんか作った方がいいんですかね。いや、もうなんか言いやすいようにしてください。歌舞伎とかで言うよ、伊藤屋しっかりしようと、なんかきちんとやろうとしてるし、ね、伊藤な女子。そうですね。その時の雰囲気で出たものがいい。わーのままでね、感情の表れとして。あ、いいですね。セバスチャン、セバスチャン、セバスチャンって言われて、次が出てこなくて、歌で弱いところが、はい、ちゃんと出てくるところが、素晴らしいです。ちゃんと、はい、声帯がこう固まったからな、ぐしっと出ましたら、だって考えちゃいましたね。意外とあの引き出しはあるんですけど、アドリブに弱い。私は一応ね、私がセバスチャン、セバスチャンって言ったら、セバスチャン、セバスチャンって来るもんだと思ったら、誰も来ないし、エコーがかかる予定だったんですね。もう誰も乗らないし、多分見守っちゃったんじゃないですか。姫ちゃんいたら乗るよ。あまあそうでしょうね。はい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 。面白い、個性豊か。本当ですね。いいよ、そのままで。そのままで。そのままじゃないと面白くない。はいはいはい。急にできる子になってもつまらない。あ、そう。ね。交代する。うん。そう。まあ、いいんじゃないですか。いいと思います。真面目かよ。え、いや、真面目なんですよ。うん、そうですね。ただの打ち合わせだ。ラジオだ。はいはい。ね。はい、ラジオでございますよ。ウォームアップ聞いてからさ、高いよ、スタートがね。そうですね、もう一気に入ってきましたね。今日だいぶね、半分くらいからエンジンかかっちゃったの、あることだね。あ、そうなんですね。ある人を引退させて、私がデビューするっていう。私はデビューするって。そうでしょ、その場で引退宣言がありましたから。無理やりの。もう、体力の限界っていう。なるほどね。もう、君はやろって。なんだそりゃ。そのくらい私がやると。そう。楽屋で頑張んないと。外とかね、いろんなところで頑張るところでアピールしていかないとダメですね。はい、それではクリスタルがお届けする音楽と言葉の世界をお楽しみください。3分間のラブレター。日常の中にあるドラマは、時には優しく、時には切なくて、言えなかった思い、聞いてほしい気持ち、同じ気持ち、知らなかった思い。自分のことは分からなくても、誰かの話なら気づくこともあります。今日もどこかで聞いてくれているあなたへの3分間のラブレターです。
じゃあ今日は赤影さんどうぞ。どうもこんにちは。3分間のミュージックコネクション、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 ネクション、学習しました。学習しましたね。ラネコマン。ということでね、本日ね、ニール・セダカさんっていう60年代のオールディーズですね。私の大好きな曲を1曲持ってきました。聴いてください。カレンダーガン。これがオールディーズだよね。オールディーズです。オールディーズですね。オールディーズだよね。うちで新しいの持ってたらこれオールディーズかってとこだよ。すげえシンプルなツッコミがあったんですけど、ちゃんと途中からオールディーズに変えたんですよ。あ、大丈夫？これ変えちゃって。